男の子でもつけれるようになってますので、今回のレゴドッツもかなり進化してますね。皆さんこんにちは、ジーソーレゴブリだ。ヒレイナ。はい、今回の動画はこちら。はい、レゴドッツの新作が発売されたので開けます。はい、1月22日の金曜日に新作のレゴクリエイターとともに新しいレゴドッツも発売されました。ちなみにそれ以外にシークレットボックスやカップケーキパーティーがありましたが、僕はブレスレットを買いました。今までのレゴドッツは基本的に女の子向けアイテムだったんですけど、ついに男の子でも気軽にブレスレットを作れるようになりました。パッケージの違いに関しては、女の子がいるバージョンと腕だけのバージョンがありますので、こうすることで男の子でも気軽にブレスレットが作れます。そして今回のレゴドッツのブレスレットなんですけど、今までのブレスレットと違って今回は2本1セットになってます。でさらに言うと値段もちょっと高かったです。確か1つ800円か900円ぐらいしました。レゴドッツのブレスレットは全部5種類だったんですけど、今回は5種類中3種類買いました。買ったのはこちらのマーメイドブレスレットとスターライトブレスレットとモンスターブレスレットです。そしてオイドッツの第3弾も買ってきました。今回は4つ買いました。オイドッツは後で開けます。はい、では今からこの3つを一気に開けてブレスレットを作りたいと思います。では開けます。おー、ブレスレットに関してはいつものブレスレットと基本一緒で、本当に細くなっただけですね。おー、2つあるので家族と分けれますね。これは考えられてるな。そして肝心のドッツパーツはと、あれ取れない、あ、いけない、これドッツパーツ取りづらいんですよね。ちょっと、あ、なんかドッツパーツ、いつもより、ちょっと多めに入ってるのかな。あ、でもドッツパーツに関しては、うん、そんな変わんないですね。では次はこのスターライトブレスレットを開けます。おー、あ、色は前に開けたレゴドッツとほぼ一緒ですね。はい、ドッツパーツはこのようになってます。あ、そうだそうだ、これだ。おー、この星のドッツパーツ、これが欲しかったんだよな。あとはこういうクリアパーツが入っているドッツもいいな。じゃあ最後はモンスターブレスレット開けます。よいしょ。モンスターブレスレットのドッツパーツも結構面白いプリントパーツになってます。はい、袋から取り出すとこんな感じです。3つともブレスレットの色は結構明るめになってます。では今からブレスレットを一気に作ります。はい、すべて完成しました。おお、今回もなかなか綺麗です。ちなみに上の2つがマーメイドブレスレットで、真ん中の2つがスターライトブレスレットで、下の2つがモンスターブレスレットです。全部派手なんですけど、下の4つは男の子でもつけれるようになってますので、今回のレゴドッツもかなり進化してますね。いや、すごい。6つ全部紹介するのは大変なので、今回は1本ずつ簡単に説明します。まずこちらがマーメイドブレスレットです。
おー、これはなかなかすごいな。真ん中の人魚のヒレや両サイドにある貝のプリントパーツが結構綺麗です。ちなみに長さなんですけど、従来のブレスレットパーツと比べてちょっと短いです。5ミリぐらいは短くなってます。はい、今回のブレスレットも問題なくつけることができます。はい、続いてこちらがスターライトブレスレットです。もう一言言うのであれば、このスターライトブレスレットの星パーツと両端にあるパーツがめちゃくちゃ綺麗です。はい、そして最後はモンスターブレスレットです。このモンスターブレスレットのプリントパーツがなかなか面白いです。でさらに言うと、このモンスターブレスレットパーツが結構男の子でもつけれるように意識してるところがなんか好きだな。今回作ったブレスレットはこのように2個付けすることもできます。いや、これは面白いな。はい、それでは今からオイドッツを開けます。今回オイドッツは全部で4つ買いました。今回のドッツのプリントパーツは全部で10種類です。今回入ってるドッツパーツもなかなかいいもの入ってます。でさらにこのドッツパーツにはこちらのスターライトブレスレットのクリアパーツが埋め込まれたドッツもあります。ちなみに全10種類のプリントパーツ、もし今回の動画で出なかったらトイザラスでサーチして買います。では1つ目開けます。じゃあ行きます。よっと、おお、今回もめちゃくちゃ入ってます。じゃあその中からプリントパーツだけ取ります。はい、1回目の結果はこのようになりました。今回は全部で11個のプリントパーツが入っています。前回のオイドッツは確か10個だけだったような気がするな。なんか今回から1個増えましたね。では2個目開けます。はい、2個目の結果はこのようになりました。では3つ目開けます。いただきます。せーの、デッド。あ、これもう揃ったかもしれない、もしかしたら。あと2種類でまだ見てないのが、あ、2種類あるってことは、もう3袋目でオイドッツをコンプリートしました。今回オイドッツのコンプリートなんかあっという間に終わっちゃいましたねはい、3つ開けて16種類全部揃いました。じゃあ最後4つ目開けます。もうほんと4つ目に関しては何出てもいいです。まあ個人的にはタイルパーツいっぱい揃うので、まあ嬉しいかな。ではいきます。はい、4つ目の結果はこのようになりました。ちなみに今回入ってるドッツパーツはプリントパーツを除いて全部で5種類あります。今回のオイドッツのドッツパーツなんですけど、持っていない色とかが多いので、今回のドッツパーツも結構いいです。個人的にクリアパーツが埋め込まれてるドッツパーツが好きです。はい、ということでレゴドッツ新作ブレスレットのマーメイドブレスレット、モンスターブレスレット、スターライトブレスレットとオイドッツを開けていました。今回のレゴドッツのブレスレットも第2弾と違ってかなり進化してます。やっぱ一番魅力的なのはブレスレットが2つあるので、友達や家族とブレスレット作りが楽しめるというところがなかなかいいと思いました。今こんな感じで今回作ったブレスレット全部つけてるんですけど、今回のブレスレットもかなりカラフルでとても良かったです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエスト質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほなら、イエーイ